ということでございまして、そろそろですねお別れのタイムとなってしまいました。最後にお届けしますのは虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会タイムでございます。こちら一問一答であらゆる質問を投げかけますので、バシバシとですね、5秒以内に即答をしていただければと思っております。これ答えられなかったら、答えられなかったら5秒過ぎたらもうどんどん次に行きます。容赦なく行きます。そしてそのままエンディングになりますので、フォローはできません。ということでよろしくお願いいたします。ご準備はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会タイム。イエーイ。大西さんに質問です。好きな食べ物は？納豆。早い。前田さんに質問です。マイブームを教えて。マイブーム FPS です。あ、そうなんだ。久保田さんに質問です。長所は？長所？可愛いところ。あ、素晴らしいよ。大西さんに質問です。楽器は何かできる？サックス開けます。はい、これも引きます。はい、前田さんに質問です。はい、人ごみと無人島行くならどっち？無人島。そうでしょう。前田さんに質問です。はい、無人島に一つだけ持っていくなら？ゲーム機。インドアだな。久保田さんに質問です。はい、お年玉いつまでもらってた？中学生、高校3年生。結構結構言ってますね。大西さんに質問です。はい、子供の頃の夢は？子供の頃の夢は、なんだろう、お嫁さん。久保田さんに質問です。はい、1日だけ誰かと入れ替われるなら？誰とも入れ替わりたくない。うん、私は私でありたい。前田さんに質問です。はい、ついやっちゃう癖教えて。ついやっちゃう癖、ねるねるねるねを作る。どんな癖？ついやっちゃう。大西さんに質問です。ビーフ or フィッシュ？フィッシュ。前田さんに質問です。はい、子供の頃のあだ名は？前田ゴムシ。久保田さんに質問です。はい、最近買ったものは？R1。 さっき買った。大西さんに質問です。はい、地元の自慢教えて。地元の自慢、食べ物がとっても美味しいところ。あ、素晴らしい。はい、前田さんに質問です。はい、もう年末に、なりますが、やり残したことはありますか？やり残したこと、やり残したこと、やり残したこと。大西さんに質問です。一番可愛いと思うポーズをしてください。可愛いと思うポーズ。はい、あ、かわいらしいね。それでは最後に皆さんに質問です。はい、11月21日何の発売日でしたか？せーの、ときめきランナーズ。美しい。ありがとうございました。ということで虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の皆様、ありがとう。